それもした後にメイトするんだけど、いいよ。始めましょう。今日はツイッターのあれを見る機会がないんですということで、はい、今回もキバラジです。キバラジです。はい、ピクチャインピクチャピア。というわけで、はい、今回も今日も始めていきましょう。ゴールデンウィークになってしまった方もいらっしゃると思うんですが、皆さんお元気でしょうか。キバラジです。はい、キバラジは今日も何かと忙しいあなたにお昼のほっとひとときを提供する気の抜けるラジオでした。ということで、パンダさんよろしくお願いします。はい、ということで、まず今週の基盤インターナショナル、本当は今日はスマートブレインの日なんですけども、実は水曜日にですね、生中継サービスもうちょっと詳しく教えてよという方が結構おりましたので、今回も生中継サービスについてもうちょっと詳しく、説明していきたいと思います。はい、あ、そうだ、ちょっとツイッターで宣伝をお願いします。これ、分かってないよというわけで、キバラジです。はい、というわけで、今週のインターナショナルは、ユーストリーマー養成講座に行ってきました。私たちも実はですね、もうすでにユーストリームしてる感じはするんですけども、ここは一つ、先人の教えを請おうということで、ユーストリーマー養成講座に行ってきました。初級編です。で、これがですね、当日の様子なんですが、結構盛況でもう満員御礼状態でした。行った場所はですね、六角さん、革命の六角さんと暇な犬の河合さんが主催する、ユーストリーマー養成講座でした。すいません、そこの革命と撮ってもいいですか。はい、暇な犬さんとか、はい、これがですね、この暇な犬さんのロゴマークなんですけども、失礼します。はい、これですね、暇な犬さんの河合さんは毎週月、大体月曜日に私たちのスタジオに来て、ゲストとして、KNN を盛り上げていて、こんな風にかぶっていますね。なんか河合さんだいぶ好きみたいですね。ということで、この養成講座ですね、大変ためになる講座でした。懇親会がその後にあって、どんな人たちがユーストリームに興味を持っているのかっていうところを、見に行くのもすごく楽しくてですね、中にはすごい、ああ、じゃあ今日からユーストリーム改めてやってみようかとか、もう実はユーストリームにこんなすごいものを作ってやるんだよとかですね、そういった部分がですね、お互いに知り合えて大変面白かったです。で、中級編以降も予定されているそうなので、皆さんぜひ行ってみましょうという感じですね。ほい。で、これが、暇ない河合さんたちが主催ですので、検索するときは、ユーストリーマー、養成講座、あと暇ない犬といった形で、検索すると出てくるでしょう。さて、次がですね、はい。ボードゲーマー長谷川隆のおすすめボードゲーム、これ一体どういうことなのかと言いますと私たちその暇な犬の河合さんたちのユーストリーマー養成講座に行って、最後に一つ課題が出てきまして、みんなユーストリームするっていうような、技術であるとか基本知識は身につけたとして、それ何に使うというのを言われたわけですよ。で、いくつもアイデアが出たんですけども、ユーストリームというのはすごくマニアックな、マイナーな
まあ、メジャーじゃないものを映すような、まあ、メディアなんじゃないかなということで、私たち基盤インターナショナルが考えたのが、ちょっとマニアックなものも映してみようじゃないか。誰が見るか分かんないけど、日本中の一人か二人でも見ていただければ、そのユーストリームで実は成功じゃないということで、まあ、ちょっと企業の、宣伝目的とは大きくずれるんですが、まあ、ボードゲームを中継してみようということで、一つ紹介したのが、お先に失礼しますというゲームで、これ恐ろしいゲームで、他人に残業を押し付けて自分の仕事を少なくするというのを目指すゲームなんですね。これをですね、まあ、ルールが簡単で20分ぐらいでできるということで、まあ、実は昨日試しにやってみました。ユーストリームで中継したんで、これをそのうち気晴らしのページでアーカイブで公開してみたいと思います。こういうふうにですね、それって誰が見るのじゃなくて、まあ、ユーストリームしてみようか。これ誰か興味持つかもしれないし、というぐらいの形で、これからもちょっとユーストリームしてみたいと思います。まあ、それとは別に企業様向けというか、企業が自分たちの会社をアピールするというような形で、ユーストリームを使っていきたいと思っています。はい。まあ、実はこの気晴らしもですね、そういうユーストリームするときに、たくさん失敗したりとか、まあ、うまくいったりとか、そういうことを繰り返していまして、そういうような実験企画になっていますので、まあ、これから先もですね、まあ、いろいろ失敗したり、うまくいったことを皆さんに伝えていこうと思っています。